こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ナノンソング前に行きそうです。マチカネアンデス競りかけていきました。先手を取ったのはマチカネアンデス。内からはセットデライト、すぐ後ろにカーネルファンテン、並んで9番イージスフォルテ、キシマリリン、そのうちに続いています。その隣にベルズフロジストン、バッフドアラマ、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでセットデライト先頭に変わりました。マチカネアンデスほとんど差がありません。ベルズフロジストン3番手連勝中のフィールドジョス、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。セットデライト先頭、外から勢いよくフィールドジョス、最後の追い比べ、先頭はフィールドジョス。残り 200m を通過して、とてつもない強さ。2番手はダノンソング、フィールドジョス今ゴールイン、段違いの強さです。2着はダノンソング。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはフィールドジョス。